はい、どうもトラ吉の無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、512日目ですね。はい、現在2021年5月3日の15時14分なんですけども、今回もですね、この、ゴールデンウィーク記念ゴーゴープレゼントスカウト、これ購入4回目ですね。これやりたいなと思います。その前にですね、プロスピ交流戦なんですけども、3日目終わりの結果ですね。はい、現在一応暫定で1位ですね。ちょっとやってない方がね、5位の方が、やってませんので、ちょっともうあくまでも暫定なんですけども、一応1位でいますね。はい、でタイトルの方ですけども、タイトルはあんまり絡めてないと思うんですよね。はい、まあちょっと勝ち、勝負優先でいってますんで、澤田選手ですね、これで最多奪三振、あ、違う、澤田選手だけですね。はい、今のところタイトル全然絡めてないんですけど、ね、まあ、これはまあしゃあないかなと思ってますし、勝利優先でいってますんでね。はい、こういう感じですね。一応暫定1位です。昨日は、一応全勝ですね。昨日一応ホームは全勝しました。はい、まあ、これが良かったかなと思います。とりあえずね、もうビジターはどうしようもないんでね、ホームだけはきっちり勝っていきたいなと思ってますんでね、頑張っていきます。はい、はい、あとフェスタでなんですけども、ちょっと5月4日の、21時から、生配信しますんで、今現在フェスチケット所持数213なんですけども、これその時に福引き回したいなと思ってますんでね、ちょっとずっと貯めておこうかなと、それまでは貯めておこうかなと思ってます。もうちょっと、まあ、まだ、ここまで使ったエナジー15エナジーなんですけどね、もうちょっと使って、いっぱい貯めてね、それなりに貯めて、5月4日の、21時からの生配信の時に、回して一等出れば開封もしたいなと思ってますんで、ぜひ、そうですね、時間ある方とか興味ある方は見に来ていただきたいなと思ってます。はい、それでは、最後にこの5連ゴールデンウィーク記念、5連プレゼントスカウト、これいきたいなと思います。初日にね、Sランク1枚出てますんでね、この松田選手ですね、出てますんで、また出てほしいなと思います。ここに4回目いきます。 Sランク来てくれ、来い。なんか厳しそうやな、渋いか、いや渋そうやな、なんか来い。 A ランクでもいい。さあ A ランク来たな、 A ランク来たよこれ。お、来た、源田選手、これは嬉しい。源田選手、僕 S ランクね、2021シリーズ1持ってます。これは嬉しい、ゲント続けます。いや、これめっちゃ嬉しい、はい、ありがとうございます。さあもう一枚来い、もう一枚、もう一枚来てくれ、もう一枚来い。ああ、ないか、まあまあまあ、いやでも、いや、源田選手の A ランクはこれは非常に嬉しいですね。はい、これは限界突破できますんで、よかったかなと思います。はい、まあ一応ね、5連で A ランク1枚来たんで、よかったかなと思ってます。はい、まあ先ほども言いましたけどね、5月4日の火曜日21時から、生配信しますんでね、トラ吉の無課金ハオロードで、生配信しますんでね、この12球団編で、ちょっとやろうかなと思ってますんでね、フェスタの方復帰回して、ちょっと一投出たら S ランクも、 S ランク契約書も開封しようかなと思ってますんでね、ぜひお時間ある方とか、ちょっと興味ある方ね、来ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード12球団編でした。